僕はもう2002年に新卒で入ってますんで、キャピタルって金融だっていうことを知らずに入ってます。入って10年間のモチベーションは、まあ、自分ごとの、まあ、その後半の10年間はちょっと新しいモチベーションができまして、スタートアップ投資 TV。 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV のガゼルキャピタルの石橋です。今回はですね、スタートアップ投資 TV 史上初、上場しているベンチャーキャピタルをやっていらっしゃるフューチャーベンチャーキャピタルの松本さんにご出演をいただきまして、いろいろとお話を伺ってまいりたいと思いますので、改めて松本さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はちょっと、関西からのオンラインのご出演というところで、ちょっといろいろとカジュアルに自由にお話聞いていきたいなと思っているんですけれども、はい、改めて VC 業界に入ってきたのって何年の頃に VC 業界入ってきていらっしゃるんですか？僕はもう2002年に新卒で入ってますんで18年やっていらっしゃるんですね。最初からもうずっとフューチャーベンチャーキャピタルさんにいらっしゃるんでしたっけ？そうです。当時 VC 業界とかスタートアップとかにそもそも就職するとか、しかも新卒でって、ね、そもそもほぼいらっしゃらなかったんじゃないかなって思っちゃうんですけど、松本さん、ね、学生時代ってどんなことやっていらっしゃって、なんで VC 業界に就職されたんですか？まあ、僕学生時代は何もしてなかったんですよ。ああ、なるほどなるほど意外ですね。大阪出身で、まあ、大学神戸大学っていうところだったんですけど、神戸大学の人がいたら申し訳ないんですけど本当何もしなくても卒業できる大学なんですよ。なるほど。で4年間フルに遊べると、ひたすら、まあ、地元の友達と毎日遊んでただけですね。へえ。でも実はそれがベンチャーキャピタルに入る理由の一つなんですよ。ほう。実はベンチャーキャピタルで、まあ、僕も実は入った後にビジネスモデルを知ったというか。マジですか？まあ、そもそもベンチャーキャピタルって金融だっていうことを知らずに入ったんですよ。それってそもそも入社できるんですね、逆にできちゃったんですね。やばベンチャーキャピタルは当時はもう新卒は結構取っていらっしゃったんですか？いや、これもすごい会社で、はいはい、まあ、私2002年入社なんで2001年に面接をしてたんですよね。はい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 。で、新卒を取り出したのが実は2001年からなんです。おお。え、じゃあ1期生2期生ですか？僕はね、2期生になるんです。当時10人ちょっとぐらいの会社で新卒を取り始めて15人ぐらいのところに11人新卒入ってるんです。なるほど。起業家がサステナブルにちゃんと大きくなっていって成長していくっていう時には絶対新卒を入れろっていうのが、なるほど、創業者である川家さんの教えだった。うん。イノベーションを生んでいくためには過去の経験は逆に邪魔やっていうことで、はい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 、もう新卒の方がいいと、もう何も知らん人の方が、あえてそういう理由もあるし、一企業としてやっぱりどれだけその従業員が創業の理念とか経営者の考えが浸透してるかどうかっていうのが本当企業の競争力になるんで、はい、やっぱり新卒は言い方あれですけど洗脳もしやすいので、うんうんうん、すごい強固なチームが出来上がりますんで、ビジネスモデルがちゃんとある会社は新卒は絶対取るべきだと思うんですよね。なるほどなるほど。これあんま言い過ぎたらですけどいやいやいや、FVC がやってること自体はものすごく意義があるのに、ビジネスモデルが合ってない時代が前半の10年で、後半の10年で本当に FVC に合ったビジネスモデルに今作り変えてるところですね。入社するときに VC のビジネスモデル知らなかったみたいなのにお話されてましたけど、そもそもなんで松本さん VC にやってきたんですか？小学校からの親友がいて、はいはい、そいつらとこう喋ってる時間がもう楽しすぎてですね、うん、大人になっても続けたいなと、その面白いことであり役に立つことっていうのを継続できるような会社を、はいはいはい、そいつと作ればこれずっと面白い人生を歩めるなと、面白いやつらが集まる、まあ、魅力というか能力を持ってるのがその親友だったんで。なるほど。まあ、一応その時僕は30までにそれぞれ目標を設定しまして、例えばその社会的な信用と、まあ、経営能力、あと まとまったお金、はいはいはい、でその3つが叶えられる仕事は何かっていうことで探した結果がたどり着いたのが、まあ、このフューチャーベンチャーキャピタルだったんです。ちなみにその方とは最終的にというか今どういう状態にあるんですか？今もめちゃくちゃ仲良くて、僕が入って10年間のモチベーションはどちらかというとそういう、まあ、自分ごとのモチベーションで、まあ、その後半の10年間は
ちょっとこの FVC で働いてる中でちょっと新しいモチベーションができまして、うん、社長っていうこともまだちょっとそこでやらなきゃいけないことがある、はい、その思いっていうのは別に今も忘れてるわけじゃなくて、うん、その親友も今実は台湾にいるんですけど、へー、ちょっとなかなか面白いネットワークと持ちながらひょっとしたら将来的にはまた一緒にやるかもしれない、うん、ちなみにその入社の時に決めた目標っていうのは、はい、その信用っていう意味では上場会社の取締役になるっていうのがやっぱり、まあ、分かりやすい社会的な信用かなっていうので、はい、それを30までにやろうと思ったのと、うん、結果的にはこのフューチャーベンチャーキャピタルの取締役になることで達成できたのかなっていうふうに思って、もう一つは成功体験と失敗体験を両方経験したいなっていうのがあって、はいはいはい、で特にそのベンチャーキャピタルっていうのは投資で8割失敗して、うん、まあ、1割か2割成功したらいいって言われるように失敗事例の方が多いんですよね、うんうん、投資した先さんの、まあ、失敗体験も、まあ、それはあくまで疑似体験なんですけど体験できるっていうのもあって、うんうん、しかも創業間もないところから、まあ、いろんな失敗事例を見れるっていうのもあって入ったのと、最後はあのキャッシュで、まあ、結論から先言うと達成できなかったんですけど、はいはいはい、あの3時までに1億円キャッシュをなるほど作ろうと思ってですね、個人でですよね、そうです、でベンチャーキャピタルってインセンティブ制度とかっていうのがあって、うんうん、投資したリターンの当時 2% だったかな、うん、もらえるっていうフューチャーベンチャーキャピタルにあったんで、はいはい、そういうちょっと可能性のある先に結構出してたりはしたんです、はい、まあそういうのがあって、なるほど了解です。次回はですね、そんな松本さんがどういうふうにしてそのまあ最初の10年間後の10年間でフューチャーベンチャーキャピタルさんに関わってきていらっしゃって、今、まあ、フューチャーベンチャーキャピタルさんがどういうふうな投資方針でどういった起業家の方に投資をしていらっしゃるのかというのをぜひいろいろまたお伺いしていきたいと思いますので、次回もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、皆さんですね、今日の動画見ていただいてよかったなと思っていただいたらぜひチャンネル登録ですとかコメントをいただけると大変ありがたいなと思っております。それでは皆さん今回もありがとうございました。